天国。天国とは、印象を作成する行為である。中国を起源としており、主に天章陰門に彫ることから天国というが、その他の書体や図章の場合もある。また、金属、銅、金などを鋳造して、印象を作成する場合も、天国という。その異形に彫刻を要するからである。書と彫刻が結合した、工芸美術としての側面が強く、 特に文人の余儀としての行為を指す。現代でも中国、日本を中心に天国を趣味とする人は多い。中国において天国史はすなわち、印象の歴史である。古くは三代、夏、陰、秋に期限があるとする説もあり、陰居から陰寺が発掘されている。しかし、この陰寺については、懐疑的な声が多い。現在確認できる。 最も古い印象は戦国時代まで遡ることができる。この時代の印象はすべて後の字と呼ばれたことから特に古古字と総称される。材質は多くが銅であるが銀や玉も見られる。主文、洋国、白文、陰国ともに見られ六国古文という書体が使われている。政治と経済が大きく変容した戦国時代に進化の関係や 商品取引のほどして印象が必要とされ、畜館や木巻の風泥に利用された。文字以外に絵などの図像印、特に動物をモチーフにした、生に印が多い。このような図像印は、陸長時代まで細々と存在したが、以降は消滅し、日本の戦国時代に一時的に復活する。真の始皇帝の時代には印精、印象制度、陰性が整い、印象は、 事例の証としての役割を持つようになる。皇帝の用いる印を字とし、管理や一般用は印と呼ぶようになった。これに加え、寛大には将軍の印を将と呼ぶようになる。印象の材質やサイズ、形、中式などで階級や役職を表した。この時陰門に商点を用いることが正式となり、寛大になってもこの制度は踏襲され、牧典、陰典と言われる。 印象用の天書が登場した。現代に至っても印象に天書を用いるのが、一般的なのはこの慣習が続いているからである。またこの頃鳥虫書と言われる鳥や虫、魚などをモチーフにした独特の書体も用いられている。材質は皇帝のみが玉で、その他はいよりに金銀銅の金属印であった。玉はタガネで濃くされ、金属印は鋳造、い印された。 戦場などで役職を任命するような時間的余裕がない場合には、金属に直接掘り込み作成、のみ印されたが、これを、九州省と呼んだ。敗省市の三国市中に、陽都市と創陽という印光の名前が確認できる。この二人は、専門職とはいえ、自分で濃くして鋳造したことから、名前が確認できる、最初の天国家である。陸朝時代には、 商店の他に剣張り典と呼ばれる風変わりな書体も用いられた。また、北西の文献に紙に朱印で夏印したという最も古い記録が見られる。隋が中国を統一するといよいよ紙の仕様が一般的となり、印象は風邸から紙に押して使うようになった。このため印門は洋国が主流となりサイズも大きくなる。引き続き東大になると解消。 行書が浸透したことや国際化が進んだことで、陰文に、霊書や会書、異民族の文字、聖火文字、著真文字、チベット文字が刻されることもあったが、そのほとんどはやはり転章を用いた。この東大になって、初めて印象を美術的に論じた文献が散見され始め、次第に印象に芸術性が求められるようになる。壮大になると不正を防ぐ目的で官員には急上転と、 呼ばれる独特のくねくねと折り曲がる書体が用いられ、新朝まで続いた。しかし、この旧条天は、美術性に乏しく、雅を好む文人、書家などからは一個見られることはなかった。現代には、支配民族である、モンゴル人などが漢字を知らないことから花王院が多く用いられる。このような中で文人の余儀としての典国は、北宋の米仏が開祖とされる。 米仏以前は、文人自身が地入れしたとしても刻んだのは、専門の職人であった。印材が、造毛、細角、水晶、玉など硬い材質であったためである。米仏は、辞書、書士や、画紙の中で、地印、印象の作成について論じており、その陰影が荒削りで設立である点などから、自ら印材を刻んだ、最初の文人と推定される。 宋代から盛んとなった文人画は、詩、書、画に印象を加えた総合芸術となっており、文人画家である米仏が自らの美意識にかなう陰影を求めたからだと思わる。米仏の革新的な試みから200年近く、経過した元松にようやく、蝶毛布、ワレキューヒロシが登場する。書家、画家として有名な蝶毛布は、演手文と呼ばれる商店を用いた。 入和な印を好み、後世に影響を与えた。また我旧広氏の三十五挙学古編は最初に表された天国理論書として後進に尊重された。彼らは上古の正しい印法への復興を解いて、東大から継承される九条天の老衆を是正した。しかし、長、我は自ら印を刻むことはしなかった。彼らと交流のあった先生はその陰影が、 節裂であることから自国したものとされる。元松のオーベンは花父石、青太石の一種という柔らかい石を印材に用いた。これは一つの発明であり、秋代に文人の間に天国芸術が広まる最大の功績となった。オーベンも官員から学び事故の風格を持った印を作成した。秋代中期の文法、何真の二人は最も傑出した天国家であり、 文何と称され尊敬を集めた。文法は、天国に生涯を傾け、官員の研究を行ってその作風に取り入れ、天国の発展に尽くした。それまで職人に頼って、造形などに濃させていたが偶然手に入れた。遠いし、石印材に自ら濃した後は、二度と他の印材は、用いなかったという。この逸話が、他の文人にも伝わり、石印による天国が、 一気に広まったとされる。文、法の弟子の名に神は騎派、神安異運派の祖として知られ、その一派に多くの天国家を輩出した。祖先、両、大関、主観、ほど水、共磯などである。騎派は、鉱山地方、安吉九県を拠点に、新大中期まで成功し各地に広がった。官員の正当な作風を基礎に新鮮味を加えた作風であった。 一方、18世紀になると、甲州に、定家を改祖として、節派、西院派が起こる。木派と、同じく官員を起祖としていたが、九州から脱却し素朴な、力強さを特色とした。甲を治む、昭比都市、京王家、陳与省、陳高寿、蝶の、千末など優れた、天国家が育ち、西、八カと呼ばれた。新末期に、 当石女が賃貸する天国に革新を行い、党派、新しき派、後期派の祖となった。牧典を用いるという旧兵を打破し、保守的な復古主義を刷新した。後広氏はじめ、その後に、女三公、長子兼、高子領などの弟子が育ち、このうち、長子兼は党派と節派を総合して新節派、長派を打ち立て優れた功績を挙げた。このか新末には、五小石 最白石など次々と優れた天国化が現れている。主に天章を国することから天国という。ただし、甲骨文、金文、霊書、楷書、あるいはに形、イラストを彫ったものも含めることがあり、厳密な定義はない。天国に用いる主要な印材は石であるが、金属、竹、骨、牙、角、植物の種子等も用いられる。また、最近では、 入手と加工の手軽さから消しゴムが用いられることもある。印材とされる鉱物としてはハロー石が一般的である。これはモースコード3.5ほどの比較的柔らかい鉱物であり、特別の技術を要さず容易に加工ができる。これら赤印材は朝鮮半島、タイ、ミャンマー、モンゴル、日本にも算するが、算出の質、量、加工技術、流通において、 最も主要なのは中国であり、福建省の樹山石、石膏省の青太石、まさか石、内蒙古の巴林石などが広く安価に流通している。中国院石美保、滝、樹山石の一つ、不要、樹山石の一つ、鳥地石、消化石の一つの素材は美麗かつ希少で非常に高価であり、南宝石と称されることもある。その希少価値ゆえ、 すでに印が掘られたものを印材として再利用し高値で取引されることもある。天国と離れて印材自体が収集、陶器の対象となることも多い。天国を行う道具は印刀、天国刀、あるいは鉄筆と呼ばれる。天国における印刀は木帳等で用いられる印刀。先端が鋭角で片刃のものとは異なる刃物を意味する。天国用の印刀は 多くの場合、両刃の平戸で直角に研ぎ出されたもろずみを利用して彫る。葉幅は5から20ミリメートル程度であることが多い。天国を行う時に印材を固定する道具を印象と呼ぶ。木製のものが多い。天国作品は書画の楽観、サインとして利用されることが多いが、大夏した陰影自体が独立した作品でもあり、鑑賞の対象となる。陰影を 多数集めた作品集をインプという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。